ドレン隊長、積雪の影響は警備、予定より早い到着となるでしょう。そうか。副隊長、近隣の状況はどうだ。はっ。この先南側一帯は平地が広がっています。魔獣の出没情報がありますが、脅威度は最低ランクのようです。おお、新兵の演習にはうってつけだな。集落はあるか。西にゼムアラ村、まだ距離がありますので影響はないかと。怖いだろ。副隊長、指示を出せ。やっ、全車停止。これより街道を外れ演習を行う。 A 分隊は周辺確認、 B 分隊は挙手準備。リバーロン、タック、新兵の面倒を見てやれ。うぃ、マジかよ。そんな、そろそろ昼飯時じゃねえの。トラックに売られたら夕方にはシュート入りだぜ。せっかく融雪設備のある街道を通ってんのに、わざわざ寄り道しなったってよ。こりゃ今夜もやめえか。夜から吹雪にならなきゃいいけどな。行こう、君々動け。へいへい。ガキども整列だ。順番にレクチャーしていくぞ。1番装備チェック。2番、ほらちゃんと報告。2番装備チェック。
かし新兵の皆さん装備がピカピカだね。3番装備チェック。待って、お前なんでそんなに大荷物なんだ。見せてみろ。バカ、なんで入隊時の装備セットそのまんまなんだ。おい、入隊式から備品を一度も出してないのか。いえ、そんなことは。マニュアルなんか置いてけ、携帯鍋もいらねえ。鍋になんか入ってる。うわ、なんで鍋の中にグレネード入れてやがんだよ。やれやれ、先が思いやられるな。まあいい、え4番、装備チェック。待て待て待て、肝心なものがねえぞ。4番、名前は？ロビー。ロビア・ウィンスレット。あ？ウィンスレットって何の状態？まあ珍しいってほどの名字じゃないけど。まあいい、ラビーちゃん。そんでお前さん、ヘルメットはどうしたんすかね。不要なものは置いてけと指示が。でヘルメットは必要だろ。新兵には武器より重要。支給されたネットはサイズが合わなくて視界の邪魔。それに国外での作戦でない以上顔を隠す必要もない。そもそも撃たれる前に撃てば。国外での作戦を想定して演習するのお分かり。今ここ戦場最前線だと思ってちょうだい。落ち着け、リバーノ。喋り方が変わってんぞ。イライラする。まあまあ、後で予備のメットのベルトを調節してやるよ。俺もヘルメット外していいですか。なんか小さくて。さっきの鍋でも買ったろ。先が思いやられるぜ。時間がねえ。4番ラビー、お前はメットなしで教習だ。この先三重セルスの範囲には魔獣が散らばっている。大した脅威じゃないが油断は禁物だ。細かい質問をほざく前に体で覚えた方が早い。そんじゃラビー、お前が先陣だ。行け。返答。やあ、
そんなもんだな。ああ、上々だ。あんな魔獣に本気を出すまでもない。練習終了。やれやれだな。続いてシュート方面へ行軍。各分隊長は指令車でルートを確認しろ。何張りやすくまで歩くのか。天候が荒れる前に進むぞ。せめて交代で動力トラックに乗せてくれよな。弟子はどうなるんだ。おやくな、携帯レーションでもかじっとけ。朝支給されたこれ。え、この細いのレーションだったのか。ライアットフーズスタミナバーベキュー味。なんだか見てるだけでひもじくならせ。いや、これがどうしてなかなか悪くないんだね。分隊、エルダ実験で進行。まだ魔獣の出没があり得る。気を抜くな。し、やあ。右前方敵さん。左側方続けて敵4。すまん、一匹こぼした。ラビー、お前の分だ。各分隊、周囲確認。右、異常なし。後方、異常なし。ああ、左、異常なし。
ゼムリア大陸最大の両兵団、北の両兵だぜ。何が悲しくて荷物運びなんかしなくちゃなんねえんだ。またぼやきかよ。我慢しろよ。予定じゃ明日の午後にはハリアスクに到着だ。早く熱々のノーザンボルシチをかっこみたいぜ。だよな。携帯レーションも悪くないが、やっぱ熱々にはかなわないよな。それもこれも新兵の訓練の興奮なので、時間を無駄にすっからだ。日曜学校の遠足かっての。でもよ、ラビーは演習じゃなかなかいい線いってたよな。まだ入団して半年も経ってないんだという。他の新兵より見どころはあるんじゃないのか。あの早熟の天才、市電のバレスタインの再来ってか。俺が入団半年の時は永遠便所掃除させられてたんだ。ザッタ。やるね。ところで、便所掃除の件はお前が訓練をサボりまくった罰だったろ。いやいや、訓練なんておきょう。あのガキ。ガッ。先生、おいおい、子供じゃねえんだから、いい加減やめ。今のタック。ロッツ、こりゃ失礼。おいおい、大げさだな。何もそんな。
予想だ。なよ！油断はしてないぜ。ざっとこんなもんさ。はいはい、すんませんでした。真面目にやりますよ。まったく。もう許してやれ、隊長。どうしようもない奴らだが、あれでやるときはやる。たく、どれも。同期のくせに偉そうに隊長面しやがって。ま、俺が本気を出したらあいつを顎で使うぐらいあっという間に出世しちまうがな。入団8年目で未だ新人に混じって荷物運びしてる男がよく言うぜ。そうだよ、また荷物運びだよ。つーか運んでんのって民間用の支援物資だろ。なんでこんなに警備が厳重なんだ。俺が知るかよ。帝国と共和国がドンパチやり合ってるからじゃないのか。クロスベル戦、こんな辺境にまで影響あるもんか。こんな退屈な任務やるぐらいなら偵察部隊に志願すればよかったぜ。偵察部隊ってクロスベル戦役か。今その任務を指揮してんのはローガン率いる急進派。バリバリの戦闘集団じゃねえか。両兵なら両兵らしく、しびれるような命を懸けたやり取り、スリルが俺には必要なのよ。スリル。ローガンの通った後には魔獣も人も草木すら残らない。その様からついた異名が極光のフェノメノンってな。今やローガンの影響力は北戸良平随一。若者を中心に新世代の象徴として、新たな英雄との呼び声も高い。俺たち北戸良平はクラーク・グロマッシュを頂点に1万人規模で構成されてる。ローガンはその中でもボスと対等にやり合える数少ない幹部の一人だよな。ま、つまりローガンの元でも遺憾なく発揮できるってわけだ。 100% の本気を出した俺の実力を。ラビ、どうした？おい、待てよ。そんなに道を外れたらまた銃口突きつけられるって。